アップのボーイング737から800アップはかつて存在したイスラエルの LR 航空の格安航空ブランドである。2013年11月26日に LR 航空は格安航空ブランドアップを発表し2014年3月30日からテルアビブを拠点にベルリン、ブタペスト、キエフ、 ダルナカ、プラハへ、LR 航空から移籍した5機のボーイング737から800で運航を開始した。アップは、LR 航空によって設立され、ヨーロッパへの一部便を移管されている。すべての便は、LR 航空によって運航され、コールサインと航空会社コードも、LR 航空のものを用いる。飛行時間が2時間を超える便では、機内販売が行われている。 2014年8月に、ライアンエアーの CEO、マイケル・オライリーは、イスラエルとヨーロッパの都市を結ぶ、ライアンエアー・イスラエルの設立について言及した。オライリーは、イスラエル当局がエルアルを競争から保護していることが、計画の進展を妨げていると発言した。アップの CEO は、航空会社間の競争を実現したいと語った。2018年1月、エルアル航空は、 アップブランドを継続しないと発表した。アップは2018年10月に運行を終了し、機材と路線はすべてエルアル航空に変換される。そのため、エルアル航空はアップに代わる新しい料金体制を導入した。最終便は2018年10月14日に運行された。2018年10月14日までの就航地は以下の通り。 アップが保有する機材は次の通り、Wikimedia ンズにはアップに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。